はい。皆さんこんにちは。椎名です。今回はモッドパックである、フォーエバーストランデッド、というモッドパックを遊んでいきたいと思います。まあ、どういうモッドパックなのか、情報は一切ないのですけども、監視規制連炉の妖精という差出人から送られてきた封書には、素敵なバカンス、白い砂浜がぴったりなあなたをご招待、という一文が添えられておりましたので、少し期待しております。さて、どういう場所なのかな？白い砂浜ってことはきっと広大な海が広がるようなところに。そして、いつも解説動画を頑張っている私を癒してくれそうな南国リゾートが私を待っている。ここは？目の前には広大な砂浜。ではなく、広大な砂漠が広がっておりますね。いやあ、私が思い描いていたのは、サモアのようなビーチを想像していたんですが、待ち受けていたのはどうやらサモアだったみたいですね。と、まあ、茶番はここまでにしておきまして、このモッドパック、フォーエバーストランデッドというのは、宇宙船が不時着し、そこで生き延びていくという、クエストタイプのモッドパックになっておりますね。建築物はこの宇宙船の他には、砂漠なので、目立ったものは生成されないかと思われます。あ、でもピラミッドが生成されるという可能性がワンチャンあるかもしれないですね。まあ、もし見つけたらラッキーだと思いますけども。さて、というわけで、早速ではありますが、クエストに取り掛かっていきましょうか。クエストブックは、この手元にあるコンソールのアイテムで確認することができます。以前、触れていたモッドパックとは、また違った形式のクエスト追加系のモッドのようで、まあ新しい印象を受けますね。そして、最初のクエストはオークサプリングのアイコンのやつがそうなのでしょうか。内容を見る限りでは、ウォーターボトルを3つ、オークサプリングを1つ、ボーンミールを32個、取得するというのがクリア目標となっているようですね。この広大な砂漠にたまたまドロップしているということは万が一にもありえないことなので、この最初に目を覚ました不時着した飛行船の内部にあるはずでしょう。やはり、ございましたね。これでクエストは達成したと言えます。そして、クエストをクリアすると今のようにクリアしたというのが画面に出てくるようになっているというのも親切ですね。これはわかりやすくて嬉しい限りです。さて、そんな感じでクエストをサクサクとこなして、こんな不時着した砂漠をさっさと脱出してしまいましょうか。あ、そういえばリワードバッグというのもあって、クエストをクリアした時にいただいていたようです。こちらには何かかしら有益なものが入っているらしいですので、クエスト報酬でいただいた際には積極的に開封していきたいところですね。さて、それでは、下準備のためにも木材を大量に確保していきたいところ。ボーンミールも1スタック所持していますし、苗木をガンガン成長させてしまいましょうか。はい、オークの木がしっかりと成長したので、伐採しましょう。そうそう、そういえば、このモッドパックには、この何もない環境で生き抜いて発展させていくためのモッドが導入されておりまして、これから作成するアイテムはそのモッドのツールとなります。で、間違えて木材でボタンを作成しちゃってしまいましたので、ちょっとやり直しをさせてください。ま、ずは、ツールを作るためにも作業台をクラフトいたします。ちなみにティンカースコンストラクトもしっかりと導入されておりますので、そちらにあるクラフティングステーションを活用いたしますよ。そして、木の棒を4つ、鍵を作るように配置しますとクルップというものが出来上がるのです。このクルップというツールで葉っぱブロックを破壊すると苗木が普通に破壊するよりも出やすくなるという効果があるので、これで苗木をたくさん収集していきましょう。それで葉、木材を回収したので、早速ティンカースコンストラクトのツール作業台各種を作成していきましょうか。これがないと色々と不便でもありますので欠かすことができません。おっと、パターンチェストも欲しかったのですが、木材が足りなかったようですね。というわけで、苗木をボーンミールで成長させて、伐採してしまいましょうね。そんなわけで、パターンチェストも作成が完了し、これでツール作業台も一通り完成となりました。というわけで、ここからツールを作成していこうかと考えておりますが、ツールヘッドの素材はいかがいたしましょうかね。ひとまず、木材を多めに確保しておきたいので、植林と伐採作業をやっていこうかな。いやあ、ゾンビだー。
ちくちゅう、夜になった時のことを忘れてしまっていた。資格を取ってしまった。敵モブ対策をすっかり忘れちゃってたな。あ、ヒゲくん。なんとかアイテムを回収することができたから、ここから反撃開始ですよ。普段、解説をしているばかりで戦闘方面が空っぽだと思わないでいただきましょうか。少しばかり劣勢であることには変わりませんが、この程度は対処できるのですよ。単なる箱売り娘だと思わないでいただきましょうか。え？なんとしてでも生き残ってやる。ここで無傷で戦い抜いて歓声に包まれるんだ。ダメでした。しかもリベンジならず。ぐぬぬぬぬぬ。今回はここまでにしておこうかな。きっとこれは悪い夢なんだ。寝たらきっとふかふかなベッドの上で目が覚めるんだよ。うん。